今日はお願いします。お願いします。ではお願いします。いただきます。乾杯。これがいっぱいついてる方がいいらしくて、松葉ガニのお刺身と大きな天ぷらになっております。カニ味噌のお出汁添えてますんで、そちらの方につけていただいて召し上がりください。青森県大間の本マグロです。剥がしっていう感じでさせていただきます。1枚ずつ剥がしていって、先方市の生牡蠣を使ったお料理です。牡蠣51度で30分低温調理しておりまして、どうぞです。おいた文豪様、蒸し上がる。4時間蒸して1時間炊きました。サンマッシュルームで餡をひいて香り付けにトリュフオイル。花束をスーパーフライ巻きです。水牛もたれる。マグロ、昆布の花を使ったお薬です。こちらハツでございます。京都の渦政杉本農園様の。次は手羽先です。手羽先の骨を抜いて中にフカヒレと実山椒を詰めたお料理にします。次は鴨肉を使った自家製のソーセージです。お好みでパンに挟んでいただいてホットドッグのようにして食べてみてください。こちら鶏肉と鴨肉の合いびき肉使っておりまして、今日はきのこと三つ葉、ごぼう、鶏肉の土鍋ご飯です。おはようございます。皆さんね、寺直月だと。はい。
赤石のです。何番マグロ中トロです。岡山那智勝浦が入富山氷見のブリです。醤油漬けにしております。シャリと混ぜてお召し上がりください。かば焼きのお酒です。あのうな重とか注文入ってからさばくんです。なるほど。はい。つまぶしですね。特製の工具のセットが1人分ですね。はい、ございます。鶏肉は大丈夫ですか。はい。レアで、はい。業務用のスライサーがあるから、はい、こんだけ薄く切れるんですよ。作り方が、はいはい、うちプロデュース店みたいな感じなんですけど、溶けていってるっていう感じ。はい、お願いします。味噌のタイです。肉豆腐です。どうぞ。先に78さんのタウンから。オッケー。入るかな。完璧です。大葉の後ろの大根の肉豆腐漬けと一緒に食べると美味しいんです。
3、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